見せてんだけど、見せた手をこう見せる、な使ってが向かいで、これもっとぐーっと回すとこう見る、転換の場合こうやってこう上げて、君の場合だとこう上がってこういう形と、こうしてこうのこう転換でもできないです。で、転換でも転換をして壊したり、もしくはこの手でこのまま出たりとか、君の形と。入りの方も同じ意味で、入りでこうしたやついいんですよ。じゃあこうしたらね、さっきはこの手で相手の返し、今度はこう来て、今度こっちの手で入りになる、これ4つで、ここにやった4つね、まあいいや、4つですね。マイディアやってみよう。こう来て上に出してボン、これ外の手、内の手はこう来てこう来てボン、この2つ最初に1人だけ相手にして、外の手と内の手両方やって、もう一回やりましょう。外の手はこう出す、そしてまっすぐ上げてボン、内の手はこっちの手こう来て、まっすぐ上げて、ボッで、先にこっちのね、先に右の手やる、そうやる、使っちゃったらね、先に向こう投げちゃって、それからこっちやれば、それが向こうに行ってきたら、だいぶ使わない。じゃあ、そういうことで、一緒に相手でやりましょう。はい、今度は、こう来て、こう来て、わかりました？こっちがいいね。そうそうそう、ありがとうございます。バッチリ。
ずっとこういうふうに動いてる、動いてて向こうのこのこういうふうに向こう自分がね、自分がこういうふうにこう動いてるんだよ。だからこう振ります。この動きがないとこれやっちゃうと呼吸法っていうのはこの時にさ、こう振る、それでこう起きてる、起きてるね。これ動きがない、こっちがリードしてない、ボディが手ではできないから、こうなっちゃう。こっちの手もあるから、この手と両方ちょうどいいところだから、ちょうどいいのをまとめてここにこう来て、それで、じゃあもう一つ同じからね。今こうやって、ね、こう来て、こう来てこうやったですね。で、この手をね、今度ね、合わせちゃうんだ。こうやって、こう来た時に、この手合わせちゃうんですよ。今日本当は、これ、もろ手だからこうなってんだけど、この前に、こう、こう来た、この手を、この後ろの手はこう、こっちの手はこう、こういうの。で、こう下がって、こう下がって、こう下がって、こうなってくるんで、ここにこう入るんですよ。塩投げみたいな。今と同じじゃないですか。ここね、こっちはこう、外から、こっちは内から。さっきはこのままこう来て、こう投げてきたんです。でも今度は、これだけがずっとこの彼の、渡辺君の下の方に、彼の手が入ってくる感じ。そして、抜けてくる。それでこうやって、あのさ、ありますよね。やってみましょうか。それで、質問ありますか。はい。やってみましょう。持たれたら、こうやる。で、今度両方でやる。両方で。これね、ここでやると、やりますよ。こうなったらやれちゃう。できないのね、これね。だからどうしなきゃいけないかっていうと、自分が後ろ行くの。足、こう、こう。そういう、一緒になってね。から外に出して、それからこう出す。人がかかってるから。これやらないで、こうやったら。後ろにかかってる。ぶつけるぐらい、お互いにぶつかってるぐらい。ぶつかる感じになったところで、こう出す。かかってるね。一応かかってるから。そしたら、片っぽ、彼の方から、後輩の方から下を落として。先輩の方から。
四五年先ボカンでぶつかると同時にこの手、この手入り投げします。こういうふうにそれでボカンって、あれ、そうそう、下がってる、なんで分解してるからなかなかこう、こうかけてくる。そしてまず四方投げ、四方投げは普通の四方投げやって足を変えないで、そのままできたら腰立て変えて正中線この手ちょっときっちりしといていいよ。こういうふうに変えて、もう一人はこの後ろからこう首持って首に絞めて、この手持って、この手持って首絞めるの右手で、こう行こう、これ3人だけですよ、なっちゃうんだよね。これ普通はね、この2つ持たれた方、2つ持たれた方をこう上がってくる、こう重なってくる、それで上から下に落とす、これ形だけだけどね。3人が出るのが重なるのがこうやって重なりやすいから、